ザウバー C21 は、ザウバーが2002年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーはウィリー・ランプ。前年にセンセーショナルなデビューを果たしたキミ・ライコネンはマクラーレンへ移籍し、後任にはまたもルーキーのフェリペ・マッサが加入した。マッサはデビューレースこそオープニングラップの多重接触に巻き込まれ、 リタイアに終わったが2000目のマレーシア GP で早くも6位、入賞、その後もいくつか入賞を果たしたがルーキーらしい、アグレッシブな走りが裏目に出ることも多く、イタリア GP では、ジャガーのペドロデラロサと接触、危険走行により、時線10グリッド広格のペナルティを受け、それを回避するためのチームの措置として、かつてザウバーに所属していたベテランの、 ハインツ・ハラルド・フレンツ・エンに一戦のミシートを奪われることとなった。チームメイトは前年からの継続起用であるニック・ハイドフェルド、再びルーキーとタッグを組むこととなったハイドフェルドは獲得ポイントでマッサを上回ったが最高位は4位にとどまり表彰台獲得はならなかった。また前年自分の方が好成績を残したにもかかわらず、 ライコネンがマクラーレンに移籍したことにハイドフェルドはかなりの不満を抱いていたと言われる。ありがとうございます。